東先生の本を読んだときにはあんなに厳しいトレーニングが待ち受けているとは夢にもそうですねもう毎日毎日泣きながら、えー、やってましたね泣きながら <laughs> 素敵な話ですねそれいやー嬉しかった、ね、<laughs> <ねー> <laughs> あんな感じですけど、ね、<laughs> あんな感じ何も変わら、ね、ない軽やかさかこれからまた面白いことを書くとか <laughs> のそのこれまでの臨床歴というかど、どどんな活動をやってらっしゃるのか、カウンセリングオフィスをも開いてからのことしか僕、先生の情報全然ないので、あのも,もともとずっとシステムズアプローチでやられてたんですか、先生。そうですね、あの私が修士課程のその大学院にあの入ったときにですね、その 指導教授の先生が山本和夫先生っていうそのコミュニティ心理学の,あの先生だったんですね。でその大学院の授業がですねあの、まあ、いろんな学派というかアプローチの授業で構成されておりましてでそのうちの一つが家族療法だったんですね。はいう あるいはそのブリーフセラピーの授業もありましてあの森敏夫先生が担当されていたりとかですねその大学院に入ってそうしたそのあのいろんな出会いがあ,のあったというのが一つきっかけになっているかなと思うんですがその、まあ、これもたまたまなんですけどその大学院に入った年の、えー 日本家族療法学会とそれから日本ブリーフサイコセラピー学会の年次大会がどちらも東京であの開催されてたんですね。<ー>で私あの当時東京に住んでおりましたのであの大学院も東京でしたのであのその2つの,あの大会に参加をしてですねなんとなくその空気感に馴染んだっていうところがあったかなと思います。何年前ぐらいですか <laughs> えっと、何年前になるんですか、二十何年か前ですね。森先生とかまだね、あのなんていうんですかね、今、重鎮の先生たちはめちゃめちゃ若くて、あのね弾丸やってた頃ってことですよね、きっとね。90年代です。あの吉川よ美先生とかから、なんかすごい、あのそのブリーフの仲間のた楽しみ 楽しいぞみたいな話をね、そうあの昔の話をよく聞くんですけどね。だから、なんか僕、すごい、めちゃめちゃ乗り遅れてしまって、あの、めちゃめちゃ乗り遅れて、初めて参加したのが、ブリーフの学会に参加したのは四国、愛媛でやった時ぐらいなんですよね。たぶ、うん、5、6年前が初めてなんでね。で、うんまあ、こんな面白いことに今まで全く参加しやがったんだなっていうね、あの、非常に乗り遅れた感というかの、 残念な感じを、あの<や>そんなことないんじゃないですか。そうですか。すか <laughs> 今、何をやってたんだろうなと思ってね。これからまた面白いことをたくさんやです、ね、いやん <laughs> 思いますけどね、はい。いやいや、なんか、あ、うん、そうですかね。じゃもう結構、じゃ学会に結構がっつり参加しながら、あのー、だんだんブリーフのことを自分の真ん中に置いてきたというか。 そんな風にしながら、えー、あの出会ったのが東豊先生の,あのシ,システムザあのセラピスト入門ですね。あ<っ>入門で、まああのね、多くの方がそうかもしれませんけれどもその衝撃を受け、はいえー、そしてなんとかまあそのトレーニングが,が受けられないかと思ってもう亡くなられてしまっているんですが。 あの高橋典子先生というあの先生があの当時、東京でトレーニングをしておりましたので、あのその門をたたいたというのが M2 の時ですねあ、それ以来という形になるかなと思いますそうなんですね。きっっかかけになった東先生,東東先生からあの いやーこれおすすめやって <laughs> あの頭が整理されたわって言われるって、なんかめちゃめちゃ嬉しいですね、それは。いや、それはもう本当にそうですね。私はもう、あのなんというか、ずっとこう東先生の,あの言ってることが、なんとか実現して、自分の,あの身につかないかと思ってあの、ずっとやってきましたので、嬉しかったですね。そうですか。いや、なんか僕、何かで僕、東先生が、いやー、もう俺は本は書かんわって言ってて。 も田中先生の本見たらもう俺もう全然本かなんて、もうシステムアプロジーの本はかんでええわって、まあこれもう出てすぐ言われてて、で僕と話した時をまずまず田中先生に理論をってね言われたんで、<laughs> めちゃめちゃやっぱ、そ,もうそら素敵な話ですね、それはね。いやー、うれしかったですね。<laughs> そうですか。いや、あのー、僕もやっぱセラピスト入門で衝撃を受けて、なんじゃこりゃと思っていて、いや、いや と何年か前に東先生本人に会えたみたいなね、あのぐらいの感じで。あの、で、あと、僕、森斗夫先生に、キッズに通ってたんで、最初、ソリューションを学んだ時に。なんで、めちゃめちゃ影響を受けたあ、授業で森先生の授業を受けられてたんだと思って。もう、それはまたなんかちょっと、なんていうか、まあ、どんな感じで授業してたのかなと思って、すごい興味津々です。 <laughs> あんな感じですけどねぱな何にも変わることはなかったか。<laughs> うーんとか言いながらなんか、ね、ひょうひょうとねうマイペースでやってました僕は僕あのキッズでやってたミルトン・エリクソン入門っていう連続講義にあの山梨からその東京まで通ってだからシステムズアプローチを勉強するのってもう本当にセラピスト入門であのわ分かってか 部分だけなんか取り入れつつ、でも森先生のところに行って、ブリーフセラピー、水戸エレクソンを学んでたら、パターン介入っていうのが出てきて、で、そのパターン介入をちゃんとやると、そのシステムズアプローチになるんじゃないかなみたいな感じで、ちょっとなんか徐々にやっていったみたいなね、僕、感じでやってましたね。だから、あんまりその、あの、系統だってね、ちゃんと勉強ができてなかったんで、もう今回、僕自身もめちゃめちゃ勉強になるなっていうね、あの、 このウェビナーがね、あの田中先生からあの勉強させていただこうかなっていう、ね、ことが、すごいやる気いっぱいですよ。よろしくお願いします。じゃあ、もうその先生もずっとそのシステム中、システムズアプローチ中心であの、やられてたんですね。うん、そうですね、もう毎日毎日泣きながら、えー、やってましたね。泣きながら泣きながらやっぱやるんですか。 いやもうも,ものすごく厳しい先生でしたんで,で私たちの練習はそのロールプレイであの行っていくのでリアルタイムで指導が入りますので,あのなんでしょう、ね、いつもこの話するんですけど首の角度から直されるんですよそれじゃあジョイニングにならないと。 非常に細かいところをご指導いただきまして、えーまあ、当時はしんどいなと思ってましたけど今から振り返るとですね、まあ、やっぱりあれがなかったらあの今につながってないなっていうことは思いますし、まあ、結局自分の自信がなかったりあの不安だったり。 えー、がその先生を怖く見せてたんだろうなっていう気はするのであの未熟、未熟だったといえば未熟だったの一言で済んでしまうんですけれども、まあ、当時の自分としては、あ毎日あの、本当にメタファーではなく、<laughs> ないな泣きすごいですねもう臨、臨床修行みたいな感じだったんですね、本当にね。じゃあその <laughs> そうなんですか、あの、僕、前、あの、えっと、よ、吉川、システムサアプローチの,あの吉川先生が、あの、なんていうんですかね、僕、愛知学院大学に勤めていたときにあの、集中講義で来てくださって、でだから、龍谷大学の吉川先生があの、愛知学院大学に来て、愛知学院大学の吉川先生が、関西のところに行って、動作法を教えるみたいな、そういう、なんか、 変な交換交換交換 <laughs> なんか。交 <laughs> 吉川吉。吉川と吉川に入れ替わるみたいな、そういう講義で、僕、あのー、吉川先生の講義に、ね、出させていただいたんですけど、あのー、ま、まずね、学生が怯えてるんですよ。なぜかといえば、その前の年来た時に、もうめちゃめちゃ怖かったらしくて、あの、で、それで、まあ、ちょっとビクビクしながら、あの学生と一緒にね、まあ、吉川先生をお迎えして、で、やっぱり、座る、 角度、座るとことか、挨拶の仕方がね、でもうその時点であのだめっだって言って、あのもう面接始めさせてもらえないと、でこんなんうちの学校やったら、あの絶対にもう面接始めさせんけどなって言いつつ、でももう集中工やからしょうがないから、始めてっ,つって言ってね、あので、いずれやらせてもらったと。で、話に聞いた時よりだいぶ優しくしていただいたなという。 あの感じだったんですけど、その後あのの、飲みに行った時に、かけえ、お前、何やってんだみたいな、<laughs> あのめちゃめちゃおお、あの、まあ、まあ、愛情のある怒りなんですけどね、なんかね、ちゃんとやれみたいな感じでね、まあ、なんか、こんなん、もっと厳しかったんぞみたいな感じで、やっぱり言われて、で、東先生もまあ昔ね、すごい結構厳しくやられた時もあるなんて言ってたんで、まあ、システムズアプローチ学ぶときって、だから、東先生のルートで行っても、 吉川先生のルートと言っても、かなり厳しかったんだなって思ったんですが高橋典子先生のルートで言っても、めちゃめちゃ厳しかったって言うことですねあの。吉川先生の指導を高橋先生は受けてらっしゃった。なるほど、なるほど。指導を受けていたという流れですね。<laughs> じゃあ、やっぱりみんなそこはなんかもうやっぱだ、だ団子というかなんか、あの連なってる系譜なんですね、一緒にね。こう、はい、そうだと思います。 そうかじゃあもうまさに高橋先生はも何ていうか、そこの、コアなとこの直径の、にね、いらっしゃる方なんですね。東先生に、うん、あの刺激を受けて、で、高橋先生にこうあの、トレーニングを受けると。なるほど。いやそうか、首の角度から直されるんですね。 東先生の本を読んだときにはあんなに厳しいトレーニングが待ち受けているとは夢にも思わないね。もっとなんかほいほいっとこう簡単にできるようになっちゃうものなのかと思っておりましたが大間違いでしたね。<笑><笑>そうですよね。セラピスト入門の話をちょっとあの石川先生に「いや僕セラピスト入門を読んで」みたいな話をしたらやっぱり。 あんな、あんなは悪クや燃やしてしまえってそういうの言われてて。だからやっぱり、まあまあ、これ東先生もね、あのおっしゃってるけど、やっぱ、あの、なんか,か、軽やかさがね、ね、あるのと、やっぱでも、その基本的に、ね、あれができるための基礎力みたいなね、ところってね、あの相当やっぱり習得が、あの、難しいし、とにかく、あの、何でも何でもとにかく基礎に帰ってやらないといけないっていうのが、あの、システムズアプローチのね、あれなんかななんてね、ちょっと。 もうね、ああ、そうなのか、なんでね、あの、まあ、吉川先生の話を思ったんですけど、今、田中先生の話聞いて、ああ、やっぱそうなんだな、と思って、うん、なんか、思いました。<laughs> そうですね。僕もなんかね、やっぱ、やっぱ軽やかなイメージでしたからね。あの、幸いに、幸いにしてなのか、あの、運悪くなるのか、あの、あんまりそういう厳しいトレーニングに、ね、まだ合っていなくて、はい。 だからだめなんだってところもあるかもしれないですけどあのなんとかなんとかき厳しすぎずに、えー、なんか習得できたらいいななんていうことを言うとまたあの吉川先生に怒られるぞみたいな、ね、あの感じますけど。